こんにちは、清水市民病院からのお知らせです。今回はロコモティブシンドロームについてお話しします。ロコモティブシンドロームとは、英語で移動することを表すロコモーションと、移動するための能力があることを表すロコモティブから作った言葉で、移動するための能力が衰えた状態のことを言います。ロコモとはロコモティブシンドロームを略した言葉です。人間が立つ、歩く、作業するといった広い意味での運動のために必要な体の仕組み全体を運動器と言います。運動器は骨、関節、筋肉、神経などで成り立っています。これらの組織の障害によって、立ったり歩いたりするための身体能力が低下した状態がロコモです。ロコモが進行すると、将来介護が必要になるリスクが高くなります。要支援・要介護になる原因のトップは、転倒・骨折や関節の病気など運動器の故障であることはあまり知られていません。健康寿命とは、健康で日常生活を送れる期間のことを言います。日本は世界有数の長寿国として知られていますが、平均寿命と健康寿命の間には男性で約8年、女性で約12年の差があります。この期間は健康上の問題で日常生活が制限され、介護を必要としている期間です。健康寿命を延ばし、介護が必要な期間を少しでも短くすることが大切です。そのためには、要支援・要介護になる前、赤枠で囲ったロコモの状態のうちから、運動器の問題で日常生活が制限されている状態を改善することが必要です。このことがまさにロコモ対策と言えます。まずはロコモかどうかチェックしてみましょう。ロコモのチェックは簡単です。ここでは立ち上がりテストについて紹介します。40センチ程度の高さの台や椅子を用意してください。そこからどちらか一方の足だけで立ち上がってみましょう。立ち上がれなかった場合には、ロコモが始まっている状態です。ロコモを進行させないためには、ここで挙げた運動器の病気の予防、運動器の病気に対する薬物や手術による治療、運動器の力の衰えに対する筋力やバランス力のトレーニングなどを行います。気になる方はぜひ当院の整形外科を受診してみてください。最後に簡単にできるトレーニングを紹介します。転倒しないように必ず捕まるものがある場所で行ってください。床につかない程度に片足を上げます。これを左右ともに1分間で1セット、1日3セットを目安にやってみましょう。清水市民病院からロコモティブシンドロームについてのお知らせでした。